こんばんは。ウェザーニュースキャスターの眞家泉です。明日9日木曜日の全国の天気をお伝えします。明日は東西日本では天気回復に向かっていきそうです。沖縄、那覇など本島は日差しが届きますが、先島諸島では雨が降ることがありそうです。福岡や広島、大阪、そして名古屋や東京、晴れのアイコンが並びました。明日は晴れて天気が回復するところが多くなりそうです。ただ太平洋側中心に空気が乾燥するので、風の対策はしっかりと行ってください。一方で日本海側、山陰ですとか北陸、東北の日本海側では朝のうち雨が降る可能性があります。こちらもだんだんと天気回復して日差しが届くところが多くなりそうです。ただ夜は朝より冷えるところが多くなるので、風邪をひかないようにお気をつけください。そして札幌など北海道は雨のアイコンがついています。明日も冷たい雨が降ったりやんだり、内陸部ではみぞれや雪となる可能性があります。明日は昼間も肌寒い体感、そして夜はさらに冷えそうです。暖かくしてお過ごしください。以上、明日9日木曜日の全国の天気をお伝えしました。皆さん今日も一日お疲れ様でした。